はい、皆さんお疲れ様です。 SJ です。本日もよろしくお願いします。これを聞いてくれた方はチャンネル登録の方ぜひよろしくお願いします。それでは始めましょう。あ、いよいよ2023年ラストの日となりましたね。本日が12月31日大晦日、残るところ日本で行われるというかもう世界ですね。あ、日本はちょっと早いから一応まだ海外ではあるかもしれませんね。日本では本日最終興行ですね。これまあおなじみの井岡一翔選手が今年を締めくくりますね。これ確か12回目の大晦日なんですよね、井岡選手。いやー、2023年はね本当にすごい年だったんで、まあ井岡選手ね盛大に締めくくってほしいと思います。そしてね、2023年はやはりもう日本が快進撃を出しましたね、世界の舞台で。まあ日本がっていうよりもこれはねもう9割井上尚弥選手ですよね。まあ井上尚弥選手がもう世界で大きく活躍した年でした。いやもう本当にすごい活躍しましたね。そして PFP ランキングなんですけど、井上尚弥選手最終的にどれぐらいになったかというと、まあ PFP っていうのはいろんなメディアがやってるんですよね。まあ全階級を通じて誰が一番なのかっていうところなんですけど、まあ最終的にどうなったかというと、なんと PFP で井上尚弥選手1位もありましたね。1位になったメディアもあります。それっていうのが、最終的な、PFP ランキング、まず WBN ですね。 WBN はアメリカのメディアですね。そこでなんと1位となりました。なんとまあどういう基準で WBN が井上尚弥選手を1位にしたかというと、やはり1年間の間で2階級で4団体統一、これは見逃せないというところですよね。なるほど。いや、軽量級でね、こんな世界の舞台でこんなに1位として評価されるなんていうのはね、もう本当にすごいことですよね。まあ1年間で本当に2階級で4団体統一してしまった。まあ4団体統一っていうものがもう日本では今までも長い歴史の中で1回もなかったんですよね。まあそこでまあ1年間で2階級をもう総なめにしてしまった。もう圧勝でしたよね、最終的に。この前のタパレス戦もスーパーバンタム級4団体統一戦として行われたんですが、まあはっきり言って圧勝でした。いや、ここが評価されたということですね。なるほど。そして他の PFP ランキングはどうだったかというと、まずリング誌ですよね。メジャーな PFP っていうとどこなんですか。リング誌と ESPN っていう認識なんですけど、リング誌の方が最終的には2位で終わりました。まあ1位はクロフォード。なるほど。そして ESPN の PFP ランキングも2位で終わりましたね。1位にはなりませんでした。まあこれはねしょうがないですよね。やっぱり階級的な問題っていうのはありますよね。まあクロフォード、ウェルター級で4団体打つ、しかもスペンスを あそこまでねもう何もさせずに倒したっていうのはさすがにね、これ階級的な問題ですよね。あとまあ誰を倒したかですよね。やっぱり世界っていうとね、なんかまあウェルター以上と言うべきかライト以上と言うべきかっていうのがあるんですけど、まあそのあたりでね、ああいう形で圧勝して4団体統一王者っていう、ところがまあ評価されますよね。なるほど。まあ金額も違いますからね、そのファイトマネー。まあただ井上尚弥選手はもう軽量級ではもうありえない額を稼いでますよね。まあこの間のタパレス戦なんかは10億ぐらいいったのではとも言われてますよね。これはねもう軽量級ではねもうありえない額ですよね。アジームハメド以来じゃないですか、ここまで軽量級で世界の中心に立った人物というのは。それぐらいすごいことですよ。ただこの ESPN では井上尚弥選手、PFP 最終的には2位だったんですけど、なんと ESPN の2023年ボクサーオブザイヤーに選ばれましたね。まあこれっていうのはボクサーオブザイヤーっていうのはもう MVP と思ってください。 ESPN の、まあ、2023年 MVP ですね。いや、ここに井上尚弥選手が選ばれました。いやー、これはめでたいです。拍手パチ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 。そしてですよ、そして井上尚弥選手だけではないんですよ。 ESPN で年間 KO 賞ですね。この ESPN って言ったらまあアメリカの大手メディアですよ。ここが選んだ年間 KO 賞で、なんと日本の
中谷潤人選手が選ばれました。おお、すごい拍手、パチ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 。いやー、この中谷潤人選手の試合というのは5月の、ラスベガスで行われた、スーパーフライ級、タイトルマッチですね。これ対戦相手がアンドリュー・モロニーです。あれはすごかったですよ。あの KO はちょっとね、もう怖かったです、見てて。あれはね、ちょっと残酷でしたね。俺なんでこれね、ああなる前に試合止めた方が良かったんじゃないかって、あの試合に限っては見ててずっと思ってました。止めろよ、止めろよって。ちょっとあれすごかったですね。そして最後に左のクロスですね、あれ。あれはもう漫画でしたね。あんな KO って、本当に1年に1回見れるか見れないかっていう KO でしたよね。あれはすごかった。そして中谷潤人選手もスーパーフライ級というね、まあ、軽量級でこうやってね、ESPN で KO 賞を受賞してしまうんですから、ものすごいことですよね、これは。いや、中谷潤人選手はだから、まあ、来年から、もう早々に、バンタム級タイトルマッチが決まってますよね。いやー、ここでもどれぐらいのパフォーマンス見せてくれるんですかね。いや、もう本当に頼もしいですよね。いや、だから今年は、だから世界の大きい舞台で賞を取ったのが、まあ一番井上尚弥選手なんですけど、中谷潤人選手も ESPN で賞を取りましたね。いや、これはすごいことですよ。やばくないですか？これ初めてじゃないですか？この ESPN とかからこうやって、ここまでの賞をもらったのって、多分ね、今年が初めてなんですかね。ちょっと、これ歴代っていうのがわからないんですけど、まあ、いろんな賞があるんですけど、あれ、亀貝選手がヘスス・ソトカラスとやって、取った賞があれ何でしたっけ？なんか取りましたよね。だから細かく言えばもっと他にもいたんでしょうけど、まあ、とにかくね、今年はすごいですよ。もう世界が認める賞を取ったのがもう日本人で2人ですよ。これは凄まじいですね、本当に。ちょっとこういう例えはどうかと思うんですけど、まあ、大リーグでは大谷翔平選手が MVP となりましたよね。ちょっと、それと比べるとちょっとね、ま、いろいろ、うるさいこと言う人もいるかと思うんですけど、まあ、とにかく井上尚弥選手もこうやって ESPN っていうね、アメリカの大手メディア、もう世界ですね、世界のメディアで MVP ですね。これはすごいことです。そして中谷潤人選手も KO 賞ですよ。いや、凄まじいことをやってくれましたね。はい、そしてまだね、だから今日井岡選手も試合に残ってるんで、まあ何かしらね、まあ選ばれるような試合をね、やってってくれたらね、最高ですね。まあ、そして、今ね、穴口和樹選手、はい、先日ね、まあ、激闘を繰り広げた、穴口和樹選手、今、ちょっとね、昏睡状態ですね、今、眠っております。いや、一刻も早くね、復活してほしいですね。まあ、穴口選手ね、まあ、開頭手術やってしまってるんで、現役とかどうのこうのっていうのはもう、きついと思うんですけどね、復活したらね、ぜひ一緒にね、YouTuber としてね、活躍して、欲しいところですよね。まあ、その際はね、まあ、コラボしてほしいですよね。とにかく、まあ、今は昏睡状態です。はい、もう、これはもう祈るのみですね。ということです。ではね、残すところ、あと井岡選手の試合だけなんでね。はい、こちらも勝利を祈りましょう。一応自分の方で実況やりたいと思っております。皆さんね、遊びに来てください。2023最後のね、ビッグイベントですよ。はい、ということで、また続報入り次第こちらの方で放送していきたいと思います。皆さんチャンネル登録、あと X もフォローぜひよろしくお願いします。以上です。ありがとうございました。